6月1日、松山市一番町の ANA クラウンプラザホテル松山で、令和4年度電波の日情報通信月間記念式典が行われました。電波の日は1950年6月1日に電波法・放送法が施行され、それまで政府に限られていた電波の利用が広く国民に開放されたことを記念し制定。情報通信月間は5月15日から6月15日の期間、情報通信の普及や振興を図ることを目的として設けられました。この日は四国地方の電波利用・情報通信の発展に貢献した5個人9団体へ表彰状が贈られました。地域発デジタルコンテンツ総務大臣奨励賞を受賞したのは、愛媛県立長浜高等学校です。長浜高等学校の制作した映画ハイスクールは水族館予告編は、四国コンテンツ映像フェスタ2021においてアマチュア部門最優秀賞を受賞しています。この動画は、長浜高校が、分校化の危機にあったので、その時に生徒会とか、また水族館部中心になって作った動画なんですけど、私たちの思いも込めた動画なので、このように表彰されてすごく光栄に思います。この動画の影響もあって、今年度1年生がたくさん入学してくれて、より一層この長浜高校がなんか活性化してきているような感じなので、もっといろんな全国の方にも知ってもらいたいので、このように動画とか SNS とかを活用してもっと長浜高校を発信していけれたらなと思います。情報通信月間功労に選ばれた愛媛県産業技術研究所は、ローカル 5G による映像伝送や遠隔制御の特徴を体感できる梅久保田 5G ラボを整備し、ローカル 5G の利用促進に貢献しました。とても光栄に思っております。我々県としてですね、こういうローカル 5G というものを有効に活用していくのは使命でございますので、今回の放送を機にですね、なお一層 5G のですね、普及に邁進していきたいと思っております。ローカル 5G ですね、とても早くて、大容量のデータが送れるということで、いろんな可能性を秘めております。ただまだまだ、どのような活用方法があるかっていうのは、いろんなまだ見つけられてないこともたくさんありますので、まずは、この特徴をまず掴んでですね、で一方で、県内でいろんなものづくり産業がございます。で、ローカル 5G ですから、そういったものづくり企業様の工場で有効に活用できる、そういう方法を見つけていきたいと思っております。電波や情報技術、快適な暮らしを実現するため、今後のさらなる発展が期待されます。